ちだって、どっちでしたっけね、枝抜きが必要だなって一個言ってたんですよ。こっちがいっぱい枝があるんだよな。どっちだろう、こっち、こっちさっきやろうか。はい、じゃあね、こう2つあるんだけど、はい、今日はこっちやります。これわかりました、こう読まつ。これ両方比べるとね、こっちの方が足元の曲があるような気がするんですよね。なるほど。こっちの方が、こっちはちょっとこう長いけど、うん、それなりに作ってきますけどね。はい、根元に近いところに曲がついてるんですよ、これ。まずね、フルパー取ります。はい、で、ちぼった針金かけて、この鉢に植え替えていきますから。うん、これフルパー取るとき、結構皮も取れちゃったりするじゃないですか。うん、結構まだしっかりついてるから。フルパってもね、これあの、うん、3年目の葉だと、うん、茶色くなってきます。でポロポロ落ちてきますから、はいはい、3年目の葉はあの冬になると残んないです、はい、落ちてます。で2年目、去年の葉っぱっていうのはこうついてますからね。3年目だけ取る、芽の強さによって、うん、去年の葉っぱまで残す場合もありますからね、はい、一番いらないのはもう3年目の葉っぱ。これはねついてないと思うんですよね。こう一応取ってみます。これあのこれ葉っぱ取るときはね、ここに、うん、こう袴っていうのがあるんですよね。はい、袴、うん、この茶色くなってるところ。おー、あ、これ、はい、これをねこうやって手で持ってね、パッて抜いちゃうと、うん、この袴がなくなって下まで傷がついちゃうんですよ、はいはい、ですからこれもし手で抜く場合はいっぺんに抜かないで、こう一個ずつこう抜いていくような形。そうするとこう木に傷がつかないで取れます。地面の人はね、ハサミで切った方がいいです。うん、なるほど。1ミリぐらい残して、こう墓もありますね、はい。それを残す。こうやって切ってった方がいいです。うん、そして、ここの切った後残りますけどね、これがね。はい、これはあの自然に落っこっちゃいますから。うん、これがなくなっちゃうと、うん、新しい芽が出てこないですよ。傷がついてしちゃって。ちょっと時間がかかりますけど、こうハサミで切った方のが間違いないです。で私は武将なもんでね、手で取っちゃうんですから。そうするとたまにね、下まで傷ついちゃうことあるんですよ。間違っても反対方向に抜かないでくださいね。あ、上向きに。この葉っぱの向いてる方向。うん、皮がめくれちゃうってことですか。うん、これぐらいかな。うん、この幹がしっかり見えてきます、はい、でちょっと次いきますね。今度ここですね。今これ盆栽作ろうとしてるから抜いてるだけで、うん、通常だったら普通このまま置いといていいんですか。置いといてもただね、あの3年前、うんうん、こう茶色くなってね、今年は秋に落ちちゃいますから、はいはい、そうすると棚がね汚れちゃう、葉っぱだらけになっちゃって、ちょっと茶色くなりかけた時、うんうん、手で引っ張ってすぐポロポロって落ちますから。だから2年の葉っぱは、2年の葉っぱは残しておいてもいいですよ。去年の出た葉っぱ、はい、だからちょっと樹勢が弱い木だと去年の葉っぱまで残しておいた方がいいです。それはこの木じゃちょっと分かんないんですけど、大きいやつだと分かります、うんうん、これが今年の芽ですね、はい、去年の芽、うん、3年の芽、はい、こう葉っぱが3段階に分かれます。ここが去年の葉っぱですから、こう境目がこう出るんです。これちょっと空いてるでしょ。これが目安です、はい、こう目安にしてこう取っているような形。これ芽が2つありますからね、はい、ここ間違って こっちの葉っぱ抜かない人多いですよ。これ間違えて、ね、うん、抜けちゃうから葉っぱが。これ小さいからちょっとやりづらいんですけどね、芽の分かれ目をはっきりさせとく、はい、ちょっとこれが伸びたら完全に枝になりますから、うん、こう綺麗に作っておけばいいです。この五葉松ちょっと葉っぱが短くていいんですけど、赤松とかあれですとね、うん、必ず手は下から入れないと、はい、こういう長い葉っぱこう生えてでしょ、上から手で、うん、もう葉っぱを折ってたから、はいはい、じゃあ必ずこう下から分かりました、こういう形、あの下から入れて。これ葉っぱの整理終わりました。葉っぱの整理、うん、でこれに次針金かけてきたいと思います。幹の流れっていうのはこれではっきり見えてきたと思います。幹の流れとそれから枝の配り、はい、
でちょっとねこう足元見てみますね。どうだろう。この YouTube でね、はい、女性なんですけどね、うん、私のこれ見てくれてる人がいるんですよ。はいはいはい、その人ね、あの全然あの盆栽やったことない、触ったことない人。ほうほう。で私が出てるやつはねちょっと送ってやってるんですけどね、うん、その人がねこの間の株立ちの御用松、ありましたね。それを見てね、何つったかって言うとね、うん、盆栽っていうのはね、下山なんですよねっていうの。おまさにその通り。盆栽やってない人なんですよね。やってない人。そういうあのコメントが来ました。で、いろいろやっぱり調べてみるとね、日本の文化っていうのはね、マイナスの文化なんですよ。で絵画なんかでもあの油絵とかああいうものは色をどん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 足していくんです、はい、で日本の文化っていうのはやっぱりこう余分なとこを取って、うん、線と空間を見せる、はい、だからあのマイナスの文化引き算っていうことを理解していただきましたね。なるほど。全然何もやったことない人ですよ。その方は盆栽 やんないですかね、うんこれあの導線かけてきます、うん、ちょっとなんかね、4本なっててね、はい、4本1本2本3本4本なってて、ちょっとどっちかこれ抜きます、はい、針金が入れないですよねこれだとね、うん、これでもまだ3本なってるけどこれあまり抜いちゃうとね受精が弱ってくるんでこのままいきます、うじゃあ正面こっちにします。はい。これ正面。はい。からこれちょっとこっちへ。うんうん。抜けますからね。うん。聞くかな。ああダメか。足元細いっすねこっち。細いな。うん。ちっちゃいと大変だ。精密機械みたいなのが小さくてこれ小さい方が難しいよね、やっぱりね。ね、細かいものが使わなくちゃいけない。手元が狂っちゃうよね。大体針金が終わりました、うん、あとちょっと枝先整えますから、はい、ここに見えるのはこれいらないですね。取っちゃうから、これ。はい。ここ絞っとくか、少しここね。うんうん。あのさ、ちょっとこう締めてくれる？はい。
対か反対だったか。あれ？あ、どっちでもいいや。大丈夫ですか。はい、すいません。ありがとうございます。こんな感じ。串目だから大変なの、ちっちゃい。ちょっとそれなりになってきたでしょうね。はいはいはい、いや、ここ針金掛け終わったんで、はい、今度はこの鉢入れてみます。入るかな、入らないかわかんない、もしかしたら。根っこ切りたくないもんな。根が入るか。ちょっと軽く切っておきますから。こんな感じでとかだったら、こっち左流れ、あ、はい、こっち、右か、右流れ、右の方の空間ちょっと開けます、はい、左の方へ寄せた形で、こういきたいと思います、これだと、うん、こう、そうですね、立ち上がりまっすぐになっちゃうんで、ちょっとこう、そっくり返るような形でいいかな、はいはい、このぐらいで、このぐらいでいきます。わかりました。分山の鉢だ、これ。そうです。先生と書いたやつ。あ、買ったやつだ。そうそう。時期的にちょっと遅いかわかんないんで、根っこあんまり切んないで入れてきますからね、うん、はい、下に巻き込むような形で、また閉めてるんですか。そう、こんな感じですね。これで、うん、ちょっとこう針金で見えてるけどちょっと隠します。そうだね、はい、水やります。はい、ちょっとこの土流れ止めで水ごけ貼っときます。これは、はい、これ正面どっちですか。こっちです。こっちだね、うん、一応ね、これはここまで針金かけて骨格ができました。枝繰りも配りも大体できました、うん、であとはこれ根っこですよね、足元。こう次の植え替えで根さばきしないと粘りがちょっとね、これじゃね、重なったりなんかしてるんで、うん、次の、あの植え替えの時は根っこ、根さばきをやるような形です、はい、結構大きく見えるよ、これ、うん、大きく見える。いいよ。
これでいいんだ。大体完成ですね。はい。さあこれやっぱり小さいのは難しいね。難しい。だってこれ見る人はさ、こう手に取って近くで見るんだから。そうですね。うん、それなりに作っとかないとね、これ小さいやつね。うん。いや、かわいい。難しい。わかるかな、大きさ。うん。三角定規。ええでな。あ、ここだ。そう。この辺か。いや、埋めねえで。もう海はここだよ、ここ。8センチ。8センチ。うん。ああ、食品サイズだね。だってこう、時効っていうのは、こう、鉢の上から測りますからね。うん。8センチか。9ぐらいあるかな。9ぐらい。これをちょっと下げれば、8センチ。うん。いいですね。これは単品で飾るわけにいかないんで、なるほど、箱飾りみたいになるわけですよね、うんうんうん、だからあと臓器とかそういうのを組み合わせて飾らなくちゃいけないです、はい、商品飾るのも大変ですし、うんうん、維持も大変ですし、それから重心も揃えていかなくちゃいけないね。そうですね。で繊細な作りになってくるんでね、これもあの小さくていいけど維持管理かなり、ね、手間がかかると思います。ちっちゃい方が難しいってね、うん、言いますもんね。もっと数増やしていかないとね、はい。でちょっと鉢もこれ種類じゃなくて違う鉢のが良かったかな。シジパクだったら入りますけどね、ちょっと 鉢が派手すぎるかなっていう感じ。家はかかってないですけどね、形としてはいいですよ。完全に空間ができて、うん、木が大きく見えるから、はいはいはい、じゃあここまでですね。はい、わかりました。ありがとうございます、はい。